シールは裏に糊の,のついた紙やプラスチックフィルムである。ラテン語のシーギルームが語源である。シグナムの派生語で、シグナムは英語ではサインとなった。英語としての本来の意味は文書の申請を証明する印象類である。西洋の風浪に代表されるが、東洋の印鑑も含まれる。ブランドなど内容を示す衣装そのものをシールという場合がある。 風浪は文章を封印する機能を持つことから、封印、風間の意味も持つ。これから流体の流出を防ぐシールという意味も派生した。なお、電気や建築、またマイクロソフトエクセル等の関数など、一部分野では語源の異なるシーリングが用いられるために誤解を生むこともあるが、こちらは天井関係の用語であるので、同一発音でも間違えないようにする必要がある。照明や 封印の機能を持つものなら印象でなくても良い。社会福祉団体などが寄付者に発行する乗り付きの風管紙がシールと呼ばれている。日本でもユニセフシールや結核予防会の副十字シールなどがある。また別の風管紙では現金書き留め郵便封筒の風管シールはよく知られている。さらにアメリカでは本来のシールの機能を外れ。 用途を問わず塗り付きの紙片をシールと呼ぶこともある。日本ではアメリカの影響で戦後は特に主にこの意味で使われる。しかし本来英語では稀な用法である。英語では通常用途、大きさ、材質などによりステッカー、スティカー、デカールディーカル、ラベルレーベルなどと分類されて呼ばれる。日本語でのシール全体を一言で表す英語はない。 接着剤の粘性を利用して貼り付けるものが多いが、最近では静電気を利用し、粘性に頼らない静電シールも存在し、機密保持等に応用されている。裏に糊の,のついた紙、シールは日本では1912年に初めて作られたと言われる。様々な商品におまけとして添付されるほか、花や数字、漫画やアニメのキャラクターなどの図柄が描かれたものが、 文具店や土産物店などで販売されている。おまけの例として、ビックリマンシールやポケモンパンのデコキャラシールがある。多くの場合、粘着剤が完全に貼り付かないよう承知された、薄利紙の上に仮止めされた状態で販売あるいは、添付され、あらかじめ必要な形状に切断されたものもある。素材としては、紙の他に薄い各種の合成樹脂、ゴム、アルミ箔などがある。 この上に必要に応じた印刷が施される。粘着剤には不要性の糊が使われ、剥離紙から剥がしてそのまま貼れるものが多いが、水溶性で水で濡らしてから貼るものもある。1995年7月に発売が開始されたプリントクラブ、通称プリクラは顔写真付きのシールを手軽に作れる機械である。コミュニケーションツールとして広い年代に利用されている。ありがとうございます。